皆さんこんにちは、レッドイミナです。家の中探してたらスーパーファミコンが、ね、見つかったんで、今日はこれやろうっていうかね、スーパーファーマン5正直なくしたと思ってたんだよね。でまさかあったという。じゃあやるか。最初から前のデータ 94% やったんですげえな。じゃあここから正直ね、やり方覚えてないんだよね。1しかいかない、2しかいかないやつ。制限時間あんた、そういえばあっ、この画面だとゴール見えないんだけど。見え、え、あ、どうしよう。あ、待って、ここ開けちゃったら、あ、なんか開いてる、分かった。あ、見えた見えた、よかった。あ、ないかと思った。でもやっぱりスーパーボンバーマン5が一番面白いね、これ。これすげえやったもんな、投げるの。アイテム全然出なくね。そろそろボスじゃね。どうする、ちょうど見えないんだよ、離れて。ボス見えない、ボスかな、そろそろ。早くねってか。あ、ボスなんだよ、ことことなんかさ、スピードも何もないんだよ。あぶね、それずるいわ。いや、見えなかったんだ。あ、それずるいわ。ちょっと待って、これあれかな、このキャプチャーが原因なのかなんか知らんけど、見えなかった。てか、え、分かってない。やっぱ、あれかキャプチャーに限界あんのかな。今はね、音出づらかったりしてて、あー、やっぱ昔のゲームだからね、ちょっとやっぱ限界あんのかな。てかあれだね、これ減ってないの嬉しいね。怖いんだけど、なったからさ、すげえ怖いの、敵が見えなかったんだけど、マジで怖い。あぶね、
そろそろボスじゃね？そろそろボス…てかボスキャンメじゃねえか。ほらボスだ。こっちか倒すしかないよ。わしょっ、バカ野郎、バカ野郎。今のままじゃね、あいつに勝てない、俺は。全然やってなかったけどね。あれ、ブランクがあるから。よし、どうしよう。もうここからもういける気がしさ、道のり早すぎね。短すぎね。アイテムとか欲しいな。で、やっぱ昔のゲームかなのか、ともこのスペックが低いからか知らんけど、音途切れるな。感じだったんだろうね、昔。
してる数字がやっぱりね、言ってない数字やね。おい、なんかあるよね。何かが、お、やった。もしかもあれじゃん、これ超有能なやつやん。ちょっと待って、跳ねるやつめっちゃ頭いい。来た、ちょっとスピード上げたらいい。強そうっていうね、敵がね。こっちあやつはなんかあのホッピングつけた犬やで。危ない危ない、怖い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 。え、こうやってさ点滅しないだけなのかさ。ああそうか、あれか。あれテレビだと多分点滅するんだけど、このキャプチャーは多分点滅しないんだよね。だからさ、ダメージ受けたのか分かんねえ。え、あ、びっくりした。これほんとさ、多分フレーム追いついてないんだろうね、この点滅のね。このキャプチャーきついな。大丈夫だよね、本当に。ちょっと待って。連れた状態でボスしたい。これさ、やっぱ厳しくね。
まあ、あの点滅わかんない。ありがとう。いや、音途切れんのはいいんだけどさ。ここだけかな。ここ行ってなかったね。そろそろボスじゃない？このパターンかよ。しかも、倒したんだけど、はい、マジ何なんだ。ちょっと、しかもボスでもないし。やった、クリアした。倒したぞ。また2位けど。1のボス全部無視してる。うそ。え、あれ全部いっちゃうタイプ。それ先ほどで、あれは確実。無理じゃん。そうか、ダイナマイトがあったの。キャプチャー変えてやってみよう。早いってなんかいきなりボスかい。さあ、なめんなよ。よし。
向けにね。ステージ3だ。
ス早いって、ボス早い、もう楽しもうよステージを。あ、落ちるタイプ。テレビやった方がいいのかね。でも普通のテレビじゃできないんだよね。ないから、なるべくそこ行かずに。
シンバル。おお、危ねえ、クリアした。やっぱフレーム差足りないんだな。あれだな。さすがにこれでボスは無理だよ。あ、あれか。もうこの見えなくなるのやめてほしい。見えなくなるのやめてほしい。むずすぎるってだから。びっくりした。喋るか。味方見やがった。え？何これ？何これ？は？は？何これ？何これ？何ってことだよ。え？ちょっと待って。とりあえずあそこにいちゃいけないのか。てかあいつさ、味方見すんでしょ。無理だよ、もう。何？てかさ、久しぶりにさ、このゲームやり始めた人に対してさ、攻撃ひどくね？うまくいけよ。あ、でもこれ倒したけど、倒したけど、これさ、倒したけど倒れたのかさ、これ移動きつくね。やった、クリアした。
ぐらい分かってほしいな。ボンバーマンは点滅してるんだよね。分かんないね。あ、ちょっと。どうやった？どうやった？で、俺はね、せめてアイテムを取ってボスに行きたい。俺、思ったもん。よくあれで倒したね、さっきのあいつは全員。あいつ行きたいけど。よく行けたよ。あれ他の人がやってるようにさ、ああいうなんか上級テクニック無理だから。これはどちらかというと、これもあれ腕はもうすみたいな。さっきも良かったな。
しかしたらこっちだったらうまく点滅わかるかもしんねえな。ただ画面4対3なんだよね、ちょっと見づらいな。16対9にすればよかったかと思ったんだけど、16対9じゃないと思うんだよね、多分4対3だと思う。ちゃんと倒したってわかるね、敵をね。ちゃんと消えるもん。キャプチャーの違い？といっても、あの時はソファーだけね、変えたの。全問題は。カードを変えてない。音に遅れがあるね。まあそれはしょうがない。音の遅延はちょっとまあ許すか。それはね。次こっちだもん。さすがにねまだボスじゃないと思うんだよね。当たり判定がよくわかんない。まあまあな火力ある。3のステージなんかほぼなんかすぐ終わったもんね。3と4なんかすぐ何もしてねえよステージ。だいたいステージ1なんてだったらね、あいつ、あ、次ボスかもしんねえな。次ボス、次ボスだよね、多分ね。あ、違った。あ、すんなり4いく。今んとこ1,2,3,4って続いてるね。いいよ、そういうの好きだよ。やっぱ順番にやんないとね、ステージはね。じゃあ点滅かどうか確認したいな。お、点滅するじゃん。お、すげえ。お、有能だ、有能。点滅するのありがたいね。戦車なの？これ戦車なの？これあれかな？スーファン、スパボンファ、ワンだったらあれか、強敵とかそういうやつなの？確かね、あれウィキペディア見たんだけど。大幅に弱体化されてるって書いてあったんだよね。まあステージ1だからそれもあんのかなと思ったんだけど、にしてもさ4もゾーン4もさ弱くね。敵はな
4は確かにもうほぼ選び方だったもんな。欲しいやつも手に入る。意外とあの爆弾の敵さ、有能だからさ、あいつ利用してもいいんだよ。するといった矢先に、もうちょっとだね。おスカート俺行こうか。誰がアイテムは取っておこう。おっ来た。しっかこいつあんま、こいつそんな有能じゃねえだろ。ボス？あ、違う。序盤で苦戦したやつね。苦戦はしてないけど、ただ単になんかスペックの問題でいろいろやられたやつね。でも今回もう点滅するからもう怖くねえ。てか敵が見えるから怖くねえ。さっきあるもんな、敵が見えなかったもん、どれかわからなかった。相手がさ、でもね、地雷しか使ってこないから、キック引かないんだよ。なんだっけ、ルーツ確かなんかパンチできるやついてさ、それ使うと相手混乱すんだよね。なんか一瞬パニックんで、あれがちょっと気になる。レイリア。あ、来たボス。ダメなきゃ絶対ないな。ボム来た来た。
からこれによって大半のアイテムが使えなくなっちゃう。意味なくなっちゃう。これ壁抜け欲しい。壁抜け欲しい。正直一定時間無敵とかボス以外いらないんだけど使わない。これダメなんだよ。このボンバーマンばっかり使ったもん。ボスじゃね、そろそろ。あ、違う。あ、やっぱいいです。復活するやつじゃん、これ消えるブロック。あれ使いたいの。何やろ、なんか内臓みたいな敵。このパンチね、あれなんだよね、あの爆弾飛ばすとかそういう意味じゃないんだよね。すごい謎なアイテム。なんか一回行ってるとこ行きますよね。どこ行くの。あの日怖いんだけど、なんだよあれ、舐めとんのかあいつ。すげえ澄ました顔してるくせにさ、なんか火ついた瞬間アホになるパターンのやつしたら笑わせんねん。多分細いやつ食うと思うんだよな。あ、まだ？まだ俺はパーツ作る。いいね、そういう選手好きだ。いいね、楽しもう。行きたいんだよな。あ、ボスやっぱり。あ、やっぱこれあんだ。これできるんだ。これ何度のね。これ。もしくは次。次のんじゃん。まさか。これ一発。やれこれ。これさ、やっぱりタコだ。持っていくかいいんだよ。はい、行けよ。なるんだよ。なるんだよ。お前それ持ってなったらそれ使えよ。はい、行けよ。なんでしょ。俺ボム抜け持ってるか意味ないんだよ。こっち。でもさっき俺こいつ倒した記憶なんだけど、倒したかなって一回言ってるはずなんだよね。よいしょ、ラウドしようみたいな。あのラウドしよう。パンチ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 。ボスで締めるためだけじゃないか、これ使えるの。
3個もいいね。
なんだから敵だろ。ボムが取りたい。絶対取らなきゃダメ。あいつだ。あいつも。ボム抜けさえ取ればいける。ボム抜け。行くぞ。勝負。あ、別に最低限どっちも取らないけど。これ破壊コードはあいつに任せたんでしょ。
あ、あれタイプ多くね？マッスルタイプ、マッスルさん。さっきからさ。あ、引っかけた。引っかけた。どっち行こう？よっしゃ。はい、次4。あいつはウフホだ。あー、疲れちゃう。あいつ無敵なんだよ、なんかね、何度でも蘇るよ、あいつ。何度でも蘇るのか。だからあそこ、あの出入り口がね、ウフホだらけなんだよね。スーパーファミコンとかなんかファミリーコンピューターとかなんかいろいろなものができるさ、あのレトロフリックだっけ的ななんかすげえ魅力的なハードあんだけど、あのサイバーガジェットがなんかどっか出してる、ね、1万ぐらい、1万以上するんだけど買おうかな。そしたらスーファミ出さなかったらじゃあできんじゃん。できる機能のやつがあるんだけど、それは何か知らないけど、ずっとスタートボタンが連打されちゃうっていう、よくわかんないことにして、それ全部だから違うやつ使えないんだよね。コントローラーもさ、いずれか壊れんじゃないかなって。あ、え、これ厳しくね。これ厳しくね。あれスカンクか、なんか逆立ちでスカンクか。俺ずっとおっと、あいつずっとなんで顔から変なもん出してくる。あ、しまった、危ない。あ、ね、OK、放送中。どうしようか、どうしようかな。あ、伯爵じゃん。チキン伯爵。さすがにこれは衝撃的。くそ、ちょっと待って、そうだ、うん、今なんか見た。あ、棒抜けね。引っ掛けもできないな。あそこなんとかですよね。多分あいつ聞かねえんだよな。ちょっと待って、そうだよ、分かってたんだよ。俺今の作戦ダメだと分かってた、分かってた。でもやっちゃう。こいつ同感ダメなパターンかもしれないな。てかあいつ頭いいな。あいつ頭いい。俺が土管使って倒そうって言う。よし、引っ掛けないようにして。あいつ、あ、苦手いけちゃう。
取り手アイテムで、個人的にあんま好きじゃないんだけど、とても好きなんで、いけんだよね。あ、あ、これダメなパターンかもしれないな。さ、怖くない？これさ、昔からあんまこういうなんか、道路ってあんま好きじゃないの。これ人形。こういう人形。何あの変な、はい、あの謎の足生えてる。
何回も切り替わるの。転生しボス、俺ぐらい多分こっちは多分ね、クリアしたもん多分バテんだきた、リモコンも来た。ただ音がもうでもさっきと違うでしょ。ってことはあれだ。ってことは
エンドじゃないからね。トゥルエンドじゃねえし。クリアしたよ。46% だけどね。はい、てなわけでね、まあ、こんばんは、ファイブでした。また次回お会いしましょう。さよなら。